ご機嫌いかがでしょうか。 JSB がお送りするマニアのためのプロレス中継、今日は SWS 宣戦布告上越大会、ここ上越リージョンプラザから中継でお送りしてまいります。実況担当私伊豆の亮です。解説はお隣菊池隆さんです。よろしくこんばんは。そのお隣スポーツ日本新聞社牧元和さんです。よろしくお願いします。お願いします。菊さん、この20日間あたりにですね、はい、いろんな動きがありました、この SWS、はいはい、ズバリ今日の大会に見どころを教えてください。まあ、あのカード的に言えばですね、この第4試合の新倉文宏対船木正勝、これはあの SWS 対プロフェッショナル藤原組の対抗戦第5戦になるわけですね。今 SWS4 連敗してます。その5連敗を止められるかというこの新倉、これに注目したいと思います。それとあのセミファイナルとメインイベントのタッグマッチなんですけど、セミファイナルは日本人と外人のコンビがお互いに戦いますね。でメインイベントは天竜とジョージ高野という道場長同士がコンビを組んで、これ初めてです。だから旗毛間もないまだ SWS なので、いろいろなあのその新しい試みにトライをしている、このチャレンジ精神の表れだと思うんですよ。これに注目したいと思います。はい、牧さんはご自身どういうところに注目していらっしゃいますか。はい、SWS は前回の神戸大会から、過渡期に差し掛かったと思うんですね。まあ、それで過渡期を乗り越えられるかどうかというのはエースの双肩に追うところが大きいと、そういう意味でエースの天竜に、奮起を期待したいと思います。この SWS の宣戦布告上越大会は、菊さんのコメントにもありました、ある意味で道場制度の垣根を取り払ったマッチメイクが施されています。そういったところも一つの見どころになるかと思います。それではファーストバウト第1試合からご覧いただきます。タッグマッチ20分1本勝負、それぞれコーナーワークに陣取るのは片山明とアポロス菅原です。牧さん、はい、このタッグマッチなんですが、今両者若手がぶつかり合っています。そうですね、見どころどうでしょう。まあ、今日この試合が、ね、始まる前にちょうど山中とですね、廊下であったんですけど、はい、2戦目ですねっつったら、はいそうですって非常になんか清々しい感じがあったんで、ぜひ、ね、頑張ってほしいと思います。まあ、こうやって JSB は第1試合から皆様にファイトをお届けできるというのも一つの特徴なんですが、ぜひ若手のファイト、そしてそれに加えてこのベテランのアポロス菅原がどうイニシアティブを取っていくか、この第1試合も見どころ多い一戦です。ドロップキック、綺麗にヒットしましたね。いや、今日はある意味でアポロス菅原もですね、はい、今までのと申しますかね、はいはい、神戸での一つのけじめをですね、はいはい、自分はつけるつもりでリングに上がっていると思います。はい、まあ、けじめと言いますか、みそぎでもありますからね。はいはい、この表情、非常に今日は清々しい顔をしているアポロス菅原、その心中タリア、岸さんのお言葉にありましたが、ある意味でのみそぎの大会になるかもしれません。アポロス菅原と、そして若手の山中哲也、エルボーを落としていく。アポロス菅原、タッチワークがちょっと早くなりましたか。ロープの最上段だった。でも山中は去年の7月の新人公募で入団した本当の新人なんで、まだ19歳なんですけど、いい動きしてますね。そうですか。はい、データを見ますと山中は札幌でデビューしていますね。あ、そうですね。大荒川に4分33秒で負けてますけど、まだ今日これが2戦目とは思えないですよ、これだけいいとしては。まあ、畑中の場合はプエルトリコへ渡ってそこでデビューしてますんで、ちょうど1年目になるわけですけどね。日本ではまだ14戦目です。カウント2つで返していった。攻め込んでいるのは畑中。キックを受ける山中。いや、しかしどうですかね、牧さん、はい、こういった新人がですねデビューして間もない山中が、まあ試合の勘もです ね、 そうですね、今日は本当自分ではまだもう調整もさることながら、試合の勘というのもつかみきれないうちにリングに上がってるんじゃないかという気がするんですが、まあ、上がってると思うんですよね。それ今の体もまあこれからですね、はい、まあ、できていくと思うんで、非常にまあ試金石というか大変なんじゃないかなと思いますけどね。そういう意味では今ツープラ飛んで肘をぶつけていった、この片山明がね、はい、ある意味ではポイントになりますかね、はい、菊さん。そうですね、人間ロケット片山です。片山をちょっとカメラで近く撮っていただくと分かるんですが、左の手首あたりをですねぐるぐる巻きにバッテージしてるんですが、右腕を中心に今日は使って試合を進めている片山明なんですが、こういう風にバンテージをしているんですが、これは私も事前取材をしましたら、去年の11月あたりにトペかなんかその飛んで鉄柵に親指あたりをぶつけて、得意の人間ロケットをぶちかました時です。はあ、なるほど。横浜の道場でのトリモンの時ですね。で1月の試合には出られたんですけど、それからちょっと傷が悪化しまして、今日は3ヶ月ぶりの試合ですよ。はは、最近その骨が折れているのを分かったと、自分でもまあ痛みがさほどなかったんでしょうかね。
タッチワークがその片山から山中ストンピングが3発。いやこの山中とそして畑中の試合、この赤田同士のぶつかり合いに上越リージョンプラザから拍手が生まれている。いやあのドロップキックなんて新人とは思えないくらい見事ですね。それまだデビュー2戦目の選手のファイトがテレビに乗るってのはやっぱり彼にとっちゃ非常に嬉しいでしょうし、ね、日本馬とか、まあ、練習生上がりの新人第2戦目でテレビに出るって初めてですよ、ね、うん、そういう意味では本当に孤軍奮闘してもらいたい。山中振ってドロップキック、今のはちょっと薄かった、今度はどうか。カウントは1つですね。の足の返りなんか見事ですよね、信じても思えないです。いやしかし今ちらっと映ったアプロス柄の表情なんですが、今日はこの若手をどうですか、山中あたりをちょっといたぶってやろうかというところがありますかね。そのままジョイントスイング、そのままブロックバースト、うん、後ろに倒していった。まあ山中まだ体が細いですからパワーではちょっと、うん、菅原には太刀打ちできないですけどね。さあステップオーバーしてボストンクラブに行くか、大技に推移していくかアポロス菅原。いやステップオーバー、リングのほぼ中央、イメージマークのティラノザウルスのその円形から一つ一つと山中が自力でタッチロープです。いやこういったファイトがね、はい、いい顔してますよね今も。まあ、あの試合前は畑中も山中も控室の廊下の隅、両隅でもって緊張しても誰にもこう声をかけられたくないというような硬い表情をしてましたけどね、リングに上がって帰って生き生きしてますね、落ち着いてきたんじゃないですか。長い時間のパイルドライバー、危ない。ちょっと今のパイルドライバー、牧さん、はい、持ち上がって時間が長かっただけにね、耐え時間長かったからね、一瞬ちょっと危ないと思いましたけどね、相当苦そうですね今。またリング上はご覧のように若手の2人、サイドからそのまま後頭部を通打して危ないぞ山中、カウントは2つでフォローに入った片山明。いや片山もね、なんとなく久しぶりにと申しますが、このタッグを組むのは当然初めてなんでしょうけれども、はいはい、どこでどういうタイミングでフォローに入っていいかというカウント2つ。おお山中も奮闘しています。ストンピング3発、畑中、山中バネいいものを持ってますね。いや果敢にですね、サイドスープレックスでカウントは2つ。もうそろそろタッチしないとこれでも厳しいんじゃないですかね、うん、スタミナという点で牧さんから今お話がありましたけれども、もうそろそろタッチをしないとというここで、はい、山中タッグマッチは初めてですからね、そういうこっちがまだまだこれからですよ。ここでベテランのアポロス菅原がショルダーストローを逆に回転して山中見事回転エビ固めに取っていこうというところ、カウント2つで返したアポロス菅原、ドロップキックはもう一発、片山のドロップキックが2発。ここでね片山を畳み込んでいきたいですよね、菊池さん、もう一発ドロップキックですが、アポロス菅原のちょうど左の頬あたりをヒットしたんでしょうか。さあ行くぞという片山の声、さあそのままあれが人間ロケットですね、フライングヘッドバット、人間ロケット、もう少しどうですか、距離が欲しかったですかね。さあスープとデッドラップキック、いやーこれ危ないぞ、逆にカウントはカウント3つ、カウント3つですか、いや2つです、カウント2つ、いやヒヤッとしました、プラスからカウント3つかと思う。ここで場外に投げ込んでいってリング上はアポロス菅原と山中が逆に剣山が待っていた、山中アポロス菅原の膝が待っていた、ここでラリアット、ラリアットアポロス菅原、危ないぞ山中、カウントはカウント3つ、アポロス菅原近距離からのラリアット、山中哲也を玉砕。20分一本勝負、ドン荒川対鶴見五郎の一戦です。ドン荒川もこの上越でもまた絶大な人気を博しています。険しい表情がちらっと映ったドン荒川、左手へと投げを打っていってパンチでかわす鶴見五郎、逆水平、さあドン荒川のちょっ
っとサリングっぽいパンチ。ドン荒川、序盤戦から喉をついて、そしてソフトサリングというんでしょうか、まあ、独特の荒川のコミカルな動きですよね。牧さん、はい、ドン荒川と鶴見五郎、まあ、歴史を紐解きますと今年の1月6日静岡大会で顔を合わせてますね。そうですね、まあ、2人とも個性的なんでね、非常に特に荒川は場内を沸かすという点では、まあ、デスダブルエースでピカ1という存在ですね。トリッキーな動き、ベテランドン荒川、ヨーロッパメキシコを転戦し1971年にデビュー、プロレス入りして1ヶ月でデビューしたという鶴見五郎、両者の20分一本勝負。序盤スタートはドン荒川がちょっと撹乱戦法、今流れは鶴見五郎にちょっと傾きかけたんですが、ロートブレイクを捉えています。右腕をくるっと回して変則気味に平手ドン荒川。菊さん、はい、ドン荒川、鶴見五郎それぞれに1979年プエルトリコに遠征しているドン荒川、はい、一方鶴見五郎も先ほどご紹介しました、はい、ヨーロッパメキシコを転戦して、はい、一時は NWA のライトヘビー級の王座にも輝いてますよね、はい、そうですね。ただちょっとウェイトオーバーで1週間後に剥奪されちゃいましたけど、ただこの荒川は賞金プロレス、まあ、鶴見はいわゆるヒール圧倒ファイトですよね。でも荒川の柔道では社会人東京大会で優勝してますし、鶴見は東海大学でアマラスで活躍してますし、2人ともしっかりしたものを持ってますよ。さあこのパンチは逆にかわされたドン荒川、まともにお前はこの6メートル40センチのリングで戦えよという、そういった意味を含めてのナックル気味のパンチ鶴見五郎。牧さん、このドン荒川のパフォーマンス、はい、このですね、かく乱戦法に鶴見五郎も乗っていくと、そうですね、一瞬の隙を突かれてしまうという感があるんですよね。まあでもこんだけ受けちゃうとなんか乗らざるを得ないみたいなねところがあると思うんですよね。急所ですかね、これは。今ブラインドついてちょっとドン荒川が鶴見五郎の急所を右足で蹴ったんですかね、みたいですね。俺は蹴ってない、俺は蹴ってないというドン荒川のジェスチャー。厳しい、いくぞ。さあここで行くぞという大きい声をかけて、1回ボディスラムにとってそのまま頭を落としていった。どうなる、もう1回後頭部、鶴見五郎ほっと息を抜いた瞬間後頭部にドン荒川のヘッドバットですが、これドン荒川もちょっと自分で痛かったんでしょうか。おっとドン荒川も見せてくれる、ここを裏剣で返していく鶴見五郎。いや、こういったところはまあ正統派と本当になんとドン荒川のですね、ひょうきんパフォーマンスがスパークしているという感じですよね。鶴見も昔は急所打ちを得意にしてたんですよね。先ほど岸さんの解説にありましたヒールで活躍をしていた鶴見五郎のそのお箱を取るべく、今日は攻め込んでいるドン荒川、ここで複合技 ST ですね。こういうところがやはり歴戦のつながるという感じがするんですよね。アマレスの基礎が十分ですからね、ちょっと話が出てますね。これは先ほどの裏剣あたりで出たんですか、ね、そうですね、はい、ロープブレイクのドン荒川、右の鼻から鼻血をちょっと出しているんですが、鶴見五郎のおそらくですね、右の裏剣が鼻あたりにフィットしたんでしょうか。かきむしり攻撃の鶴見五郎、こうなってくると流れはガゼン鶴見五郎という感じになりますが、バチッという2号、そこいというドン荒川、もう一発受けてやろうという3発のけぞっているドン荒川、どこまで持ちこたえるか、もう一発4発、ここで左膝をついた。まあこういうリアクションを見てますとね、この黒タイツは本人も自称してますが、前座の力道さんというね、そういう片鱗、遠い絵で見ますと、引きの絵で見ますと、そういう感じもするんですよね。ただ鶴見は135キロあるでしょ、はい、荒川は100キロないんですよね。やっぱりウェイトの差っていうのはこういうところで大きいですよね、うん、パンチを一つ食ってもやはりその体重差は大きいものがあるという菊さんの話。逆にナック気味、サリング気味、喉をついていって投げを打っていった。一本強いですね、この辺はね。もともと荒川柔道畑の出ですからね。ここ
ここはがっちり右腕でブロックしている鶴見、投げられまいという鶴見ですが、ここでちょっとまた変わず掛けに落としていこうというところでしょうか。ですね、逆に体を貸してくるっと返してホールの体勢はカウント、カウント3つ。いやドン荒川これはちょっと不本意かもしれません。自らドン荒川鶴見五郎に変わず掛けて、これ体をくるっと鶴見五郎が返していって腕を決められてましたね荒川は。この SWS 福井大会旗揚げ以来、まあいわゆる前座の名勝負を数える両者、折原正雄そして大谷健一、真っ赤のファイティングパンツが大谷、そしてもう自分のトレードカラーとも言うべき折原はブルー水色のパンツであります。いやー菊さん、はい、この両者ですが今日は第3試合という大抜擢ですよね。そうですね、いつも第1試合でいい試合見せてくれるんですけどね。通算この両者は6試合でシングル1本を合わせています。4勝2敗軍配の方は大谷の方が勝ち星は上なんですが、さあ大谷が序盤から今のドロップキック誠にまともに顎に入ってましたよ。大谷が今この放送席の前をスルッと抜けていきました。エプロンサイドからリング内、まあ、前回のですね牧さん、はい、神戸の大会、はい、両者の戦いをご覧になって感想はいかがでした。そうですね、まあ、前回まあ、大谷の方が、ね、身長が10センチ近く大きいんですけど、まあ、その体重差をまあ利用する形で勝ったなという印象があるんですけどね。まあ、体重差を生かしたプロレースを見せたというお話だったんですが、神戸の大会は前半ね菊さん、はい、サマーソルトトペが出て、はいはい、ジャーマンスープレックスホールド、森原らしい試合運びだったんですけどね、うん、はい、まあ、この辺私どもね実況でお伝えしていて本当に技のそのスイーが速くて、はいはい、技をお伝えするだけにとどまったわけなんですが、まあ、本当この試合はもう絵だけで追ってて見ても十分楽しめる試合ですからね、うん、こういったところをぜひ JSB のそしてまたプロレスファンの皆さんご注目いただきたいと思います。前回の神戸大会は最後は至近距離からのラリアットで見事大谷健一が折原を下した一戦だったんですが、今日は果たしてどういう展開になりますか。ロープに振ってドロップキック、今の衝撃度はいかがでしょうか。たまともに顎に入ってますね。さあ自ら蹴って今度は大谷が飛んでいこうというところなんでしょうか。あーっと飛んでいった、今頭から入っていきましたか、はい、102キロだもろに受けたらたまらんでしょ折原も、うん、頭からまあいわゆるミサイルアタックトペという感じだったんですが、折原頭から入っていきました。さあトペに続いてロイプの最上段から今度は逆に外していった折原、スタンピング3発、少しところを変えるか折原正雄、ボディースラムにとって逆にセカンドロープトップロープから折原が飛んで、今度は剣山が待っていた大谷健一の剣山が折原のちょうど腹筋みぞおちあたりでしょうか。まあこの辺がやはり若干大谷の方が試合巧者というところなんでしょうかね。まあ、キャリアの差ですね。大谷は新日本で3年やってますからね。折原は去年の2月にデビューしたばっかりでようやくプロレス2年生になったばかりですよ。でもこれだけ動ければ立派なんです。あとちょっと身長が欲しいですよね。この表情ボストンクラブに捉えていても折原の表情はいやいやまだまだいけるという感じ。苦しそう、自らランドオフに手がかかりました。山木さん、このファイトなんですよね。そうですね、まあ、ただ今日大谷も、ね、非常にやる気満々でこの試合開始のですね、まあ、真っ先にこうリングに上がって入念にトレーニング してましたからね、うん、やっぱりこの何回もやってる相手なんだけど抜かりないって感じでしたね。大谷はよくこのキャメルクラッチホールド、キャメルクラッチをよく使うわけであります。
これ決まり具合は菊池さんどうでしょう。決まってますよ。ただあの堀原の足が曲がってるでしょ。あれが完全に伸びたらまたまずいんですけどね。なるほど。まあこうやって見ると先ほどのボストンクラブ、それからキャメルクラッチ、はい、堀原っていうのは筋肉もついてますが柔らかいんですね、はい、柔らかいですよね。それバネがありますよね。そしてもう一回このバックブリーカー、いや同じようなカーディアンバックブリーカーですね。これあくるっと回転して抑え込み、カウントはカウント2つ。大谷健一ヒヤッとしました。今のこのカナディアンバックブリーカーからね回転して抑え込みに入る体勢はこれまさしく神戸のね、そうですよね。だから本当折原柔らかくてバネがあるからああいう技が使えるんですよね。今度は逆に回転していってそのまま抑え込もうとしたんですがちょっとバランスを崩した大谷健一。チョークじゃないかというアピールをしている折原です。大谷試合前にちょっと風邪気味でコンディション悪いって言ってましたけどそうは見えませんね。三味線だったんですかね。あれ一方の折原もね、なんとちょうどこの花道のところでね、折原とすれ違ったんですが、僕は今日は膝がちょっと調子悪いんですよって言ってるんですね。2人で牽制球投げ合ってたんですかね。もう2人がまさしくですね、これあのフェイスロックにとってそれを外していきましたか折原がね。まあまさにこの放送席をスクランブル三角形の頂点としてね、お互いにこう牽制をしているという感じがするんですね。まあまさに選手もこのお互いのファイトが終わると当然のことながらこの放送を見てですね、自分の試合運び、そしていろんなことを先輩に教わっているというふうにも伝えられています。カウント1つ。さあ腕引きの体勢、折原から大谷がまだブロックしています。片手ブロックしているとまだ大丈夫なんですが、このバンテージ気になるんですが、大谷健一は昔右側のちょうど肘のところですかね、はいはい、脱臼をしたんで、それをちょっとまあ大事を取ってというふうに彼は言ってましたけれども、難しいバンテージが今映っていますが、まあ、今ほとんど治ってるんでしょうけどやっぱり気になるみたいですね。足を取ってアキレス腱固めに締め上げていこうという大谷健一。まだまだピンポイントではないんでしょうか。どうですかね、マキさん。これそうですね、ただ苦しそうですけど、これでロープまで見えないのかですかね。問題はまあこういったあのサブミッションも1センチいわゆるピンポジションがずれるとね、効かないというふうに言われてますけれども、まだこれはちょっと甘いようです。蹴り一発見舞って折原が、これ片指固めですが、ちょっと苦しそうな表情。いやノーノーと言ってるんですから、背筋で、そして上半身の力でロープブレイクを落とし入れることができるか。折原正雄締め上げている大谷健一、20分一本勝負。この大谷の二度腕締め上げられている折原正雄、苦しそう。折原としても負け越してますから、ここでギブアップはしたくないですよね。両者は6試合顔を合わせています。4勝2敗、もちろん勝ち越しが多いのは大谷健一、一勝報いたい折原正雄。まだちょっと体勢が、でもこれどうですか、折原が痛めてる方の膝だとしたらちょっと致命的なんですか。そうですね、はい、ロープブレイク折原正雄、拍手が沸きます。リージョンプラザ上越スタンピング一発、防戦の折原、攻め込んでいる大谷、ロープに振って、うん、逆に、おお、サマーソルト、逆転してカウント、2つオンライン。今、ちょっと足が滑りかけましたけど、うまく決めましたね。この何気ないその反動を使って流れを変えるっていうのが一つのまたこの折原の魅力なんですね、はい、牧さんね。まあ、あのお互いに手の内知り合ってますからね、こういう最後の後発になったからね、どうなるかっていうのが。神戸の大会でも本当に序盤から中盤は今攻め込んでいるアキレス腱固めの大谷が、折原が大谷を攻め込んでいました。しかし一瞬の隙を見せた折原が逆に大谷に星を落としている神戸の大会。今日はその教訓を十分に生かして折原もこの体勢に臨んでいるはずであります。まあ、神戸の試合いい試合だったですけど、さっき大谷に聞いたらグレート歌舞伎にダイバーアドバイス注意されたって言ってましたよね。そうですか、はい、これ先輩の見る目は厳しいんですよね。ロープブレイク、ロープブレイクというコール、しきりにアキレス腱で締め上げていこうという大谷健一。この辺もまた試合巧者です。
両者を比べますとですね、牧さん、はい、折原背中にはもう本当汗がにじみ出てきている。そうですね、大谷はまだまだという感じですね。まあ一つ汗の量でね、あのお互いのスタミナを測るってなるでしょうからね。大谷も当然その折原を見ながら、俺の方がまたスタミナがあるとか思ってるかもしれないですね。スモールパッケージ終わるとカウント一発。いやこのふっと息を抜いた時に折原がですね、叩き込んでいくんですよね、はいはい。ドロップキックちょっと浅いか。さあ放送席のこの真ん前、ロープの最上段からコーナーポストから逆に、さあ乗っていった乗っていった。どうでしょうかこの衝撃度は。また見事に決めましたね。この放送席、私どもの本当目と鼻の先、折原が飛んで大谷健一がものにそれを食らった。折原が大谷をリング内に放り込んで、大谷の口の中がちょっと切れている。トップロープからダイビングヘッドバットか。カウントはどうだ。カウント2つ、カウントは2つ。折原さあ畳み込んでいくか。ジャーマンスープレックスオールマン、カウントガオ、カウント2つ。危ない大谷健一、一気加勢に攻めよう。ラリアットまた大谷健一、また神戸に引き続きラリアットか。ここでバックドロップは折原、どうか。カバーミス折原正雄、また黒星。第4試合、新倉文宏対船木正和、20分一本勝負。プロフェッショナルレスリング藤原組、船木正和、そして新倉文宏の一戦であります。いや簡単にですね、はい、まず見どころ触れてください。新倉は早いところ勝負に出ると思いますよ。さっきちらっと聞いたときに、船木は底抜けのスタミナがあるからって言ってましたでしょ。それと今のローキックを食わないように、あとはもうボクシングジムで特訓したパンチを生かすということですね。あれよくちゃまずいです。ローキックが新倉のちょうど左の内もあたりですかね。あそこへ入るキックが一番警戒しなきゃならんって新倉自身言ってましたんですけどね。牧さんどうご覧になりますかこの一戦。新倉がこれ試合前にですね、盛んにシャドーボクシングですね、はい、やってたんですが、ボクシングは、パンチ反則なんでね、どういう、あれ意味があるのかなと思ったんですけど、楽しみですね。まあ、今シャドーボクシングという話がありましたが、新倉文宏ボクシングジムに通い1年ちょっとが経つわけであります。ある意味で今日のチャンスは、今キックを連発している船木がキックを出した瞬間がチャンスだと本人は答えてくれました。リングのほぼ中央、上から覆いかぶさる船木、そしてそれをブロックしようとする新倉文宏。いや今日は菊池さんと私とね、はい、新倉にはかなり話を事前取材で拾い込んだんですけれども、はい、その中で本当にいくらは爽やかというかね、人間性のいい男ですからね、うん、もう本当キャリア10年ですけど、間にブランクがあってかなり苦労してますから、人間もできてます。先ほども触れましたが、船木正和スタミナの点では本当に群を抜いている。練習量も本当に素晴らしいものがあるというふうに新倉は認めているわけでありますが、その一瞬の隙をついて、今日は俺がいただくというふうに彼が言っていました。グランドの攻防、船木が新倉を複合のフェースロックに捉えていこうというところでしょうか。いやこういう形でもやっぱりグランドでも息を抜きますと、まあ、前回の神戸の大会の教訓がありますけれども、はいはい、サブミッションでも本当にマットを3つ叩く、いわゆるギブアップせざるを得ない状況になるというのは新倉も十分分かっているはずですからね、はい。まあ、サブミッションでは船木より藤原の方がはるかに上ですから、新倉にもまだまだチャンスあると思うんですよね。ただ今のところ船木が攻めっぱなしですね。試合前に、まあ、意地悪な質問なんだけど、船木にですね、はい、まあ、今日は5分ぐらいで決着がつくと思ってんじゃないですかっていうふうな聞き方をしたんですけど、はい、まあ、船木はやってみないとわからないですよという答え方してましたけど、まあ、でも非常にですね、余裕のある表情をしてましたね。今日は皆様にご連絡が遅れましたが、この20分一本勝負、ルールは SWS ルールで両者戦っています。
まあ菊池さん、このルール SW です。腕ひしぎの体勢、腕ひしぎの体勢、ニークラ危ない。この腕ひしぎをまともにキャンバスの中央で受けると逃げることが不可能に近い状況になります。それはどうやらロックで走りました。佐野がやられたのも腕ひしぎだったんですからね、はい。さあこの辺は十二分にニークラも藤原との一戦で教訓に自分の頭の中に叩き込んでいるはずであります。今度は足を取ってレッグロックに推移していこうという船木正和。まあ、船木は UWF の最後の頃に藤原、高田、山崎3強を破ってますよね、はい、今22歳でしょ、はい、もう練習やっても試合やっても、 もう楽しくてしょうがない時期じゃないですかね。それだけに成長も早いですよ。まあ、練習量という話がありましたが、新倉もねこの船木の練習量は驚いてるんですと、はい、言ってましたね、はい、1日8時間もやるんですよ。びっくりしましたよね。あっと右の脇腹当たりが左ミドルキック、新倉顔面にパンチ、ダウンカウントが取れます。今顔面入ってましたね、はい、新倉立てるか、その表情たるやファイティングポーズ、カウント7、まだいける、まだ十分というニークラ。船木のキック3発目顔面に入っています。いやー、このニークラがその船木のキックをですね、はい、千載一遇、もう本当万に一つ自してですね、はい、そのキックを取っていくというふうに言ってましたけれどもね、やっぱり船木のキック早いですからね。リングのキャンバスのほぼ中央、投げを打ってグランドへ移行していこうという船木。船木も今日はまだ小手を見せてはいませんが、その小手を出せば逆にある意味ではそのボクシングジムに通っているシャドーボクシングが生きてくるというところなんでしょうかね、はいはいはい、それで船木が警戒しているのかもしれませんね。フェースロック、苦しそうなニークラ、しかしまだまだスタミナは本当に船木あるんですよというニークラ言ってましたが、自らもこの SWS のマットに立つ前はずっとボクシングジムに通っていましたという、プロレスラーは根性がないなというボクシングジムに行って言われるのは僕は尺なんでねというふうに言ってましたね。美佐子ジムですよね、デリバーの、はい、腕ひしぎ、ニークラ危ない、ニークラからロープまでは腕を伸ばせば当然ブレイクできる位置です。今日のルールは SWS ルールよってロープブレイクは何回しても OK です。まあルールは SWS ルールと UWF ルールでは若干違いはあるんですが、これあのルールの違いというよりはファイティングスタイルの違いという部分が大きいですからね。一部まあマスコミではこの両者いわゆるプロフェッショナルレスリング藤原組対 SWS のこのプロレスラーの戦いは異種格闘技戦ではないかというふうにも伝えられてはいるんですが、そういう意味でも含めてご覧いただきたいと思います。ちょうど脇腹でしょうか、ミドルキックが1に3発、このキックをですね、ニークラが掴んでいけませんよね。そうなんですよね。ダウンカウント5を数える、まだまだ余裕がありますかね、牧さん。ニークラただもうまともに避けてますからね、スタミナがどれだけ消耗されてるかですね。組んでいこうというのが船木、まだ船木は小手を出さない、小手あるいはキックを出した時が逆に言えば船木のチャンスでもありニークラのチャンスでもあります。いや小手左、小手が一発ビシッという音、左の鼻からちょうどほっぺたあたりでしょうか、鼻を気にしているニークラ。今の衝撃度、菊さんいかがですか。ニークラ自身さっきピンポイン入ったらやられるって言ってましたけど、はいはい、入ったみたいですよね。今カウント8、危ないニークラ、ニークラファイティングポーズ、ニークラふーっという息、相当足に来てますね。でもさあニークラ OK という声、ニークラには踏ん張ってもらいたいところであります。組み合って投げを打つのか、蹴り蹴り、ジャン、バックドロップちょっと崩れた、投げを打っていった、腕ひしぎ腕ひしぎ、危ない危ない、ニークラ
一瞬の腕引き、逆十字、船木正和。船木、汗一つかいてないですね。第5試合、タッグマッチ30分1本勝負、中野真一グレート歌舞伎組対石川隆サムソン冬木組。今乾いたゴングの音色を聞きました。先陣を切って石川隆、中野真一ショルダータックルは石川隆、逆にリバースで投げていって中野が今度はドロップキック、エルボーを落としていった。このタッグマッチもですね、菊池さん、はい、まあ先陣を切って中野と石川が戦っているわけなんですが、見どころ多いタッグマッチですよね。そうですね、歌舞伎と中野は初めてでしょう、コンビを組んだのは。そうですね、今日はこれ維新力がこれに入る予定だったので、はい、決意損傷ですか、維新中に入してしまいましたので、急遽歌舞伎が繰り上がって入ったわけですね。まあ、4月の20日に記者には発表になりました、一部マスコミに発表になりました。維新力、今、アナウンスがありましたけれども、維新力の欠場、まあ、頸椎損傷ということで都内の病院に現在入院ということで、急遽マッチメイク歌舞伎がここに入っているわけになります。その歌舞伎のショルダーアタック、は本当残念ですよね。今はもう一番伸び盛りですからね。脇固めに行く、脇固めに行く、グレート歌舞伎。いや、しかし菊池さん、はい、まあ、このグレート歌舞伎のショットを今カメラが捉えているわけなんですが、あのですね、事件先日4月1日神戸における北尾のレフリー暴行、そしてジョン・テンタに暴言を吐いたというですね、一連の事件で、その一端をまあ椅子になった歌舞伎はですね、グレート歌舞伎の象徴とも言うべきこの髪の毛を切って、そうなんですよね、まあ、あのレボリューションに属して、まあ、天竜から歌舞あの北尾預けられたという形で歌舞伎が指導してましたからね、うん、でしかもマッチメーカーという責任もあったということで、まあ、あの翌日ですか、バッサリ髪を切ってしまいましたよね、うん、まあ、この北尾事件にはいろんな思惑、いろんな、まあ、精神状態、本人の葛藤状態もあったとは思うんですが、その一件があった直後のこの宣戦布告上越大会ということで、どうですかね、牧さん、はい、歌舞伎を含めて新たな SWS の船出というところになるんでしょうかね。そうですね、あの、まあ、試合前天竜にですね、はい、まあ、あの下の話を聞いたんですけど、まあ、北を育てられなかったのは、まあ、非常に恥ずかしいことであると、で、まあ、そのプロレスラーとしての格好をつけられなかったのは私の力量のなさであると、非常に、まあ、非難を浴びるのはしょうがないと、まあ、非常にもうみそぎの気持ちでやることをですね、話しておりまして。なるほど、まあ、天竜も歌舞伎も責任感の強い男ですからね、うん、まあ、ある意味のみそぎは今日のリングの上のファイトを見てほしいというところなんでしょうか。ベテランの石川が中野をご覧のようにコブラツイスト締め上げていこうという、今日のこの石川の上半身なんですが、すでにもうちょっとですね、赤くなってましてね。そうですよね、あの中野もですね、今日午後3時半頃ですか、体育館の周りをぐる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 黙って一人で走ってる男がいるんですよ、うん、中野なんですね、はあ、中野はやっぱりバネが武器ですからね。まあ、ある意味では中野もですね、この辺りで自分もいるんだという SWS、はい、特に道場に対しての存在感というものをアピールしたいというところもあるんでしょうね。まあ、中野あたりが伸びてこないといけないんですよね。リング内はオリエンタル、グレート歌舞伎、そしてベテランの石川。いや、この2人の戦いというのもこれ面白いですね。面白いですよ、これは同じ道場ですけど。逆に振っていった、スモーラリアットは、スモーラリアットがショルダーキャップですか。タックですね、はい、さあ石川が飛んだ、石川飛んだ、石川飛んだ、石川飛んだ。これは今のはフランチャーの、フランチャーですね、うん、でもあの体でよく飛びますよね。すごいパワー、すごいファイト、石川隆、面を食らったグレート歌舞伎。場外でパイルドライバーか。これは本当昨日の友は今日の敵という言葉がまさにぴったりかもしれません。普段は石川とグレート歌舞伎よくタッグを組む両者ですが、
今日は敵味方相対しているわけであります。まあ、お互いに信頼し合ってるからああいうラップにできるんですよ。これだけやったって壊れる男じゃないという信頼があるんですよね。なるほど。バネを弾みをつけてストンピング2発。石川隆からタッチワークが遅いんですがサムソン・フユキ、さあ2プラト押していってラリアット、ラリアットとコーナーサンドイッチになったのはグレート歌舞伎。サムソン・フユキが振ってトラースキック、流れをブツッと切った。ここでグレート歌舞伎、グレート歌舞伎中野真一組に流れが手向けられるんでしょうか。パワースラム、カウント2つ、サムソン・フユキカウント2つ、首を取って両足を取ってステップオーバーなるか、しっきりに応えるサムソン、こらえるサムソン・フユキ、左から今度はぐるっと右の方に回していこうという中野真一。ここをステップオーバーできればね、ここでどうですか菊池さん、腰を落としていけるかどうかというところですよね。逆指よりは逆肩指の方が引くんですよ、受けの方が痛いんですよ。あ、なるほど。さあここを力で脚力でサムソン・フユキ返していくか。石川が今日はファイト、石川が強いぞ、石川のフォローアップ、肘を落としていきました。この辺がやはりもうシングルでもそしてタッグとしても妙技を見せる石川というところなんですね。またあのエルボードロップはトップロープからのエルボードロップは石川の得意技ですからね。今日はエルボー連発しますね、ブレンバスターか。呼吸を整えてブレンバスター、衝撃ではどうでしょうか。中野カウント2つ。山木さん、今日は特にこの石川のですねファイトが目立ちますね。そうですね、顔を好調させて気合が入ってるのが分かりますね。サムソン・フユキと石川のダブルでタッチワークの感激を乗って、すぐに中野がパンチ2発で流れを変えていこうというところ。サムソン・フユキ捕まってしまいました。グレート歌舞伎対サムソン・フユキ、この歌舞伎のナックル気味のパチンという音のパンチ、これも歌舞伎ならではなんですね。そうなんですよね。これが出るときは歌舞伎の方に試合の流れが傾いてきますからね。場外では中野がサムソン・フユキをボディスラム、ストンピング一発。さあ鉄柵に向けて、鉄柵に向けて投げつけていきます。サムソン・フユキ悶絶苦悶の表情。今日はちょっと菊池さん、はい、サムソン・フユキに元気がないのかなという気もするんですが、ええ、他の連中がみんな元気ない、一人だけちょっとペースが落ちてますね。まあスロースターターのサムソン・フユキ、これからエンジンがかかってくるんでしょうか。エプロンサイドから髪を掴んで強引にエプロンからリング内に連れ込んでいって新シンクですね。うまいですよ、エプロンは巧みな技、巧みな大技から小技に推移していくグレートカルキーコント。オープン、今危なかったサムソン・フユキ。でもここでフユキもスリーカウント聞くようじゃダメですよね、はい、さあ歌舞伎から今度は中野にタッチ、懸命こらえているサムソン・フユキ。この辺で導火線に火をつけてもらいたいところです。気合が入ってきたんですね、フユキも。さあフユキが有田を一発返していった。さあこの辺で本当サムソン・フユキもね、今気合が入ってきたと思ったんですけどね。西川とタッチワークの妙技を見せてもらいたいところ。まだこの位置ですとタッチはできません。キャンバスのほぼ中央、投げ打っていった。カウント2つ、フロントからスープレックスを打っていってサムソン・フユキが2つのカウントを聞いた。山木さん、ちょっと今日はサムソン・フユキ気になりますね。そうですね、反撃ないままこれタッチすることになっちゃうんですかね。これ
私これ戦前の予想ではもうダントツに石川隆史サムソン冬木組に有利かなというふうに踏んでたんですがね、はいはい、まあ、中野に的を絞られてやられるかなという思ってたんですけど、うん、さっき中野が体育館の周りぐるぐるぐる走ってる顔を見て、やっぱり今日は中野やるなとは思いましたけどね。ラフランのようにちょっと今日はエキサイトしているぞ石川とグレート株式。キャメルクラッチホールドが外れてリングの外放送席のこの真ん前サムソン冬木追いかける中野真一ボディースラム、あとそのまま放送席のテーブルの上に投げつけていった中野真一。いやこの放送席のちょうど右です。危ないぞ危ないぞ、中野真一がサムソン冬木を捉えた。イース攻撃、気合を一発入れたがグレート歌舞伎、そういうところですね。髪の毛を掴んでサムソン冬木を引きずり回してもう一回リングの中にぶち込んでいった。いや今日のまんまメイクをしている歌舞伎のですね、はい、素顔は見れませんけれども、はい、形相が厳しいですよね。パワースラムカウントカウント、これも危ない危ないサムソン冬木。中野真一が今日はターゲットかと思いきやピンポイントターゲットはサムソン冬木。どうやら危ないサムソン冬木、かなりの体力の消耗。今の歌舞伎の椅子攻撃にしても痛めつけるという意味ではなくて勝つを入れてるという感じだったですよね。もう宇都さんもおっしゃったように、いやこのバチッバチッという音、バックドロップ、高角度のバックドロップ、抑え込みの体勢はようやく石川がフォローに入った。石川と歌舞伎、石川と歌舞伎、石川と歌舞伎がどうやらここでエキサイト、石川と歌舞伎ナックル気味のパンチで一つ返した。キャンバスの方ではその両者、中野真一とサムソン冬木。いやーグレート歌舞伎本当戦前の予想と、まあ、見どころを伺ったんですが未遂の戦い、非常に今日は気合入ってますね。そうですね、石川もです。ワンハンドバックブリーカーからカウント、いや徹底的に牧さん今日はサムソン冬木ターニングポイントですね。もうそろそろタッチしないとね、スタミナも切れてきましたし危ないですね。これ中野がサムソン冬木を撃沈するんでありましょうか。あーという低い声、サムソン冬木今日は自分に力が気合が入らないんでありましょうか。蹴り一発で流れを変えるか、ようやくタッチワーク。石川もう汗がほとばしる。石川ロープに振ってスモーラリアットが出た、スモーラリアット、もう一発いくかというところ、ボストンクラブステップオーバー、そこでプーという一発、二発、歌舞伎のナックルパート級のパンチ、フォローに入った歌舞伎、それを受けて立った石川が今度はさすり、スコーピオンでスラックステップオーバー、これも中野厳しいぞ、中野厳しい、あーっと逆にフォローに入ってくれ、歌舞伎をスローラリアで取った石川、いやーここで盛り上がるのサムソン冬木、ようやく同化戦リーがついた冬木。さあ蹴りを一発になってソバットからもう一発ソバット、ヒールキックパンチ、逆にラリアットをかわした、ラリアットがフィットしたグレート歌舞伎の喉元、サムソン冬木火がついたか、トップロープ歌舞伎にめがけて飛んだが、しかしこれは健算、歌舞伎の膝が待っていました。歌舞伎さすがにベテランですね。歌舞伎が膝を落とした、キチンシンク、この辺がやはり強者の歌舞伎。リングの中央からさあどう捉えるか、滞空時間の長いブレッバスターを体を返してトラースキック、トラースキック、さあどうなるこの戦いの推移は。キャンバスの中央、もちろんレフリーはこの2人をさばいてもらいたいところ、キチンシンク逆に足を取って抑え込みの体勢、サムソン冬木カウント、あカウント3つ、カウント3つですか、カウント3つ、
高野俊二対剣道長崎、巨体の高野俊二、そしてベテラン剣道長崎がどう戦いを挑んでいきますか。牧さん、この両者のマッチメイクもこの顔合わせも一種まあ意外というか、そうですね、まあ、ただ両者ともまあ188センチと2メートルという大型ファイターですからね、はい、まあ、大型ファイターらしい、派手な試合というか期待したいですね。このセコンドについている若松の方なんですが、はい、ちょっと今日はですね、はい、不気味というか、はい、まあいい意味で言うと気合が入っているというふうに表現するべきなのか、逆に言うとちょっとこれは何かがあるのかなというふうにも、ただ若松が手出しをすることはですね、スポーツライクなプロレスに反しますから、うん、それはやってほしくないんですよね。なるほど、そうです。キチンシンクを自らロープを掴んでその衝撃度を緩めていった高野俊二。序盤戦は攻守ところを変えてはいますが、パワー殺法の高野俊二の方がやや試合を運んでいるかのように映っています。左腕をロックしている高野俊二、どうもこの剣道長崎の方はですね、はい、やられるがままという感じがするんですね。十分序盤戦はやっといて、はいはいはい、それからというところか、若い高野を誘い込むことも前ですからね、うん、もう伊達に直旅履いて20年じゃないですよ。もう牧さんの話にもありましたが、本当にこのいわゆる熟練パワーというか、これがプロレスなんだというその醍醐味を見せてもらいたい剣道長崎。さあ剣道長崎が飛べというコールに果たして応えるんでありましょうか。ちょっと自らの黒のコスチュームをベルトの部分を上げて紐を締め直してどう展開させていくんでしょうか。蹴りです。高野持ち上げてそのまま投げを打っていきました。いや、高野をサイドスープレックスに取っていくというこの体重が高野は120キロ、支え逆に逆さを抑え込む体勢ですね。カウントを長崎は軽刈りで北米ヘビー級チャンピオン持ってる頃はアブトラザブッチャーも投げ捨ててますからね。力ありますよ長崎は。牧さん、はい、やっぱりこの剣道長崎っていうのはこうやって画面でその平面で見る限りではですね、はい、そんなに力のある選手なのかなという思いを浮かぶんですけれどもね。やっぱりテコの原理ってありましてですね、はい、力なくてでもですね、その点さえしっかりですね抑えれば力が入るみたいなね、そこら熟練のですね、技みたいなのがあるんじゃないですかね。それと長崎は白髪の数を踏んでますよね、うん、喧嘩強いですよこの男。そうですか、ね、苦悶の表情高野俊二、腕を V1 のアームロックの体勢に決め込んでいこうという剣道長崎。いや、喧嘩殺法ラッファイトは本当に強いよという岸さんのお話、剣道長崎。そういう意味ではあまり突っ込んだ試合も、そしてまたあまりファイトをむき出しのレスリングも高野俊二にとっては逆にデメリット、命取りになるのかもしれません。まあ、やったら倍お返しされることを覚悟してやらなきゃならんですけどね、うん、いや、さっきからこうやって高野の左腕をですね、この V1 の体勢でアームロックに入れてますよね。こういうところも本当満身の力というか、今は両腕で決め込んでますが、これで体を使って決め込んで締めていくというね、はいはい、この辺が本当にプロの技なんですね。まあ、合理的ですよね。先ほどの牧さんのお話にあったようにテコの原理という自分の全身の力を使って締め上げていくという剣道長崎、一発ナックルで返して逆水平。お互いに今日はゆっくりとスロースターターという感じがするんですが、蹴りで返していった胸元、ドスンという音。いや、高野俊二の重量級のこのミドルキック、胸板、もう一発。やっぱり足が大きくて長いですから重量感ありますね。本当に剣道長崎に胸板の半分以上高野俊二の甲が当たっている感じがするんですね、はい、リングサイドエプロン、さあ椅子を掴んでいった、椅子を掴んでいった剣道長崎、椅子で高野俊二の背中を中打、もう一発握り直して正面からついていった剣道長崎。この辺の殺法に展開されると逆に高野真嗣も辛いですね。はい、そうですね、
くりとタイムを上げていった。頭を掴んで天童長崎がリングに戻していく。この辺の間の取り方もね、天童長崎ならではという感じがします。左足を取ってボストンクラブをステップオーバーしていけるか。力でこらえる高野俊二、まだ反転しない、まだ力で抑えてステップオーバーした剣道長崎。でもバネが強いですからね。いや重心を落としても高野俊二、ご覧のようにロープエスケープ。いやいかんせん剣道長崎の力はあるんでしょうが、それを上回る高野俊二のこのパワー。腕ひしぎか、腕ひしぎの体勢でしょうか、ね、これは、はい、ロックしている両手を握って、高野俊二はこれを許すとちょっと危険な状態になります。剣道長崎のラフファイトを転じたかと思えば、わずか何秒後はご覧のようにグランドサブミッションに移行していく。まさに老快クラフティーな試合運び。カウント1つ高野俊二。いや本当に牧さん、こういうレスラーこそがベテランというかオールラウンドプレーヤーと言っていいんでしょうね。そうですね。それから高野なんですけど、前回神戸大会右膝靭帯損傷で欠場してるんですね。だからそこらの回復具合がどこまで、はい、先ほど右足でキック打ってましたけどね、うん、ちょっとそこは心配なところですけどね。右膝に爆弾を抱えながらリングに上がっている高野俊二。しかし攻撃を受けているのはご覧のように左の、今度は手も手首を、これはこれもテコの原理ですね、一種のね。そうですね、はい。このように高野俊二の手首を決めて、剣道長崎が左のちょうど膝をですね支点としてサブミッションロックしていった関節技なんですが、これもちょっと、いや本当に細かいサブミッションの技なんですが、これ脇固めにこのまま推移していくんでしょうか。 V1 のアームロック、じっくりスタミナを奪いにかかってるんですね。まあ、先ほども私序盤で触れたんですが、剣道長崎は十分に序盤は高野俊二に胸を貸しといて、それだけのものを受けたら菊さんがおっしゃるように倍のものを徐々に返していくよというところなんでしょうかね。あの長崎、今左肩ちょっとアップになりましたけど、はい、ちょっとこう骨が出てるような感じになってるでしょ、はい、あれはあの一匹狼の頃に鎖骨を折って、はい、それでもやっぱり試合に出なければ虫が食えないということで、試合に出てる間に直してしまった後だから、その鎖骨が折れて飛び出してるんですよね。それくらいの苦労してますから。なるほど。だ高野はその右膝靭帯で休んで、まあ、日本だから休めるんですよ、うん、アメリカで休んだら飯は食えないんですからね。カニバサビからご覧のようにヒールホールド、膝とそして足首をロックしていこうという、まあ、この絵ですとわからないんですが、ちょうどこの、ね、左の鎖骨の辺りですよね、はい、肩のところが、はい、ちょっと突起してますがね、はい、まあそれだけ剣道長崎という名前をアメリカ全土サーキットに知れ渡らせるには、それだけやっぱりリスクもあったと、損傷もあったというわけでしょうか。右の中身がちょっとこれは汗で崩れました。何気ないプロレスのいわゆる定番とも言うべき技がですね、はい、次から次にこう出てくるんですね。やっぱり技はいくつも持ってますけど、自分の得意な技をいいタイミングで出して初めて聞くんですよね、うん、高野なんかはもっと本当にいい技持ってるんですから、タイミング掴んで出さなきゃいかんんですよ、うん、スームストンのプライベートドライバーでしょうか。これがカルガリー時代のあのフィニッシュホールだったんです。あ長崎の18番中の長い足に物を寄せて高野俊二、カウント2つでロープブレイク。山木さん、はい、高野俊二の方今パイルドライバーを受けました。そしてボーアンドロー、そう弓矢固めもあったんですが、まあ、攻め込まれてますね。こうグラウンドでこういう攻められるの厳しいんじゃないですかね、うん、どちらかといえばスタンドで豪快な技を連発させて自分のペースに持ち込めたいというのが高野だと思うんですけどね、まあ、放送席の本当目と鼻の先に今剣道長崎高野俊二がいますが、剣道長崎の汗が今日は滴りをしています。剣道長崎がようやくエンジンがかかって
これからどうやってこの高田真嗣を料理していこうかというところでしょうか。この表情をご覧になっていかがですか、菊さん。これは自分が余裕を持って相手をスタミナを奪う一番いい方法ですよね、うん、上になって足をひねって自分の体はまあそれほど苦労しないで相手を苦しめる技ですよね。振り切りのパンチでその流れを変えていけるか。ラリアット、ラリアットが一発喉元に炸裂。ちょっと面を食らったという表情がちらっと伺った映った剣道長崎、そのまま投げを打っていった。さあ衝撃度はどうなんでしょうか。もう一つ技を畳み込んでいくか。ボディースラム、ロープのハンドを取って膝を落としていったニードラップ。いや今度はトップロープか。高野俊二、この重量級125キロの巨体が足を掴んでますね。若松が足を掴んでいる、まあ、これは当然逆に言うと、まあ、反則ではトラスキック、速投が高野俊二の喉元あたり。反則ですね、これね。反則ですね。皇太子の2人が入場してまいります。ローチェスターロードブロック、そして北原辰巳、カメラが捉えました。一撃必殺のキックを武器にサブミッションも多用できるレスラー北原と203センチ、160キロの巨体を持つロードブロック、予想のつかないタッグチームの結成であります。SWS の佐野、 WWF のサンタナが揃って入場です。佐野としては久しぶりのタッグマッチ、それもヒトサンタナとのドリームマッチとなったわけです。バネを持ったこの2人のレスラーはある意味で同じタイプのレスラーかもしれません。ファン注目のタッグチーム、こちらも結成です。がコールされています。北原辰巳、タッグパートナー北原辰巳、青コーナー250番のWWFのテドサンタナ、SWS の佐野、ここにあり。第7試合セミファイナルタッグマッチ45分1本勝負、北原辰巳対ロチェスターロードブロック組対佐野直樹、ティト・サンタナ組の一戦であります。お互いに誰が出てくるのか、お互いにお互いを牽制し合っている。北原が佐野出てこい、佐野お前が出てこいというゴング、鐘を聞いてわずか10秒も経たないそのタイミングに、ご覧のように佐野がその指名を受けてリングのほぼ中央。いやこのセミファイナル、菊さん見どころどうでしょう。これ北原としては佐野の UWF スタイルに近いスタイルでやってみたかったんでしょうね。ただこの中でタッグマッチの一番前のはサンタナです。 WWF タッグをイワン・プトスキーと組んで持ってましたしね、リッキー・マーテルとストライクフォースを組んで持ってましたし、もう WWF で10年間もうトップ張ってるレスラーですからね。なるほど。もうシングルでもグレッグ・バレンタインからインターコンチ王者は取ってますし、もう本当に10年間トップを動かないわけです。トップキックを見舞っていった佐野直樹、オープンハンドを使ってさあ飛んでいくのか。いや飛んで電光石火、すぐにまた、いや佐野のトペすぐに磁石に吸い寄せられるかのようにまたリングに戻ってきましたね。
いや、マクさんどうですか、はい、この一戦見どころ。まあ、その、藤原組の船木に、まあ、2連敗したんですけど、はい、まあ、しかし負けたことで逆に光ってるっていう感じがしますね、うん、それから、北原なんですが今日非常に入念にですね蹴りの練習をしてました。だから、まあ、UWF スタイルというか非常にそういう争いになるんじゃないですかね。なるほど。いや、早いスパンのブレンバスター 3.30 東京ドーム、そして 4.1 の神戸大会、船木に連敗した佐野なんですけれども、決して見えない負けじゃなかった、手の届く、まあ、相手であることが十分に分かったというふうに菊池さん言ってるんですね、はいはいはい、自分で収穫になったら負けだと思ってるわけでしょ。ですから次の UWF の自主公共後楽園ホール大会にも出たいと言ってるくらいですからね。なるほど。いや、この今タッチワークをキープしたこのロチェスターロードロボクなんですが、これちょっと触れてください菊池さん。いや、これね、桜田が長崎がブッキングして3月に呼んだ男なんですよ、はい、で、クラシアバンバンビガナの出たモンスター、モンスターファクトリー、はい、フィラデルフィアにありますけど、はいはい、あそこの卒業生なんですね。なるほど。ただ今のところ向こうであまり試合数がないんで、はい、3月に来て日本の、まあ、SWS に惚れ込んだといいますか、はい、ここで食っていく方がいいと思ったのか、とにかく日本に定着して毎日道場に帰って練習してるんですよ、うん、だからモンスターファクトリーはなんか若者の話だと月謝1500ドル取るそうですよね。そうですか。月20万円くらいでしょ。お金を向こうは取って、そうです。プロレスラーになるためには月謝を払ってジムに通わなきゃならないんで、日本にいれば、まあ、食中は保証してくれて練習したい放題させてくれますからね、うん、これ日本にいていっぺんに成長するんじゃないですか。なるほど。いや、お話の間にですね、ヒトサンタナが自分のお箱とも言うべき空中戦をですね、独壇場のようにこの6メートル40センチのキャンバスの上で展開しているわけなんですが、タッチワークは佐野です。佐野がローリングサバット、アップキック、佐野も負けていない空中戦、まあ、サンタナ佐野組にしてみればこのロードブロックは動きの鈍いいい的なんじゃないですかね、マキさん、はい、このロードブロック私は横浜のSWSの道場で何度も取材で見たんですが、はい、実際ご覧になってどうですか。いや、でかいですね、うん、やっぱこのプロレスラーの、ね、魅力っていうのは一つにでかさってなりますからね、そういう意味ではいいですね。ただロードブロックアマレスでは全米の8位に入ってるんですよね。全米8位ってのは大変なもんですから、まあ、グランド技はうまいと思います。ただ相手が飛んでくるというに対する防御策がまだ全くできてないですからね。なるほど、まあ、今彼の大技の一つでありますベアハッグからそのままアトミック系に落としていったという、はいはい、この辺は重量級ならではのロチェスターロードブロック。いや、普段は練習場なんかでは柔和な表情をしているんですが、今日はやっぱり彼の舞台ということもあって険しい表情をしてます ね。でも、なんて言いますか、モンスターファクトリーでは、まあ、あまりいい、ま、ところで売り込んでもらえなかったんだと思うんですよね、うん、ラリーシャープというマネージャーもその親父のオギウィルもかなり、まあ、言っちゃ悪いですけど画面強いところですからね。なるほど。バンバンビガロなんかうまく新日本で売り込まれましたけど、うん、このロードブロックもチャンスがあれば売れると思うんですよね、うん、大気の器といったところなんでしょうか。菊池さんは十分にこれはもう目の出る選手であるというふうに、とにかくアマレスの基礎があるのがいいですよね。彼は本当に今モンスターファクトリー自体もそうなんでしょうが、日本のこの SWS というですねサーキット、いわゆるこのプロレス中団に来ても純粋にプロレスが好きなんだというところがあるんですよね。練習は熱心ですからね、とにかくレスラーは練習熱心でなきゃダメですよ。ロードブロックは北原辰巳エルボーを落としていく、早々と抑え込みの体勢は一つで返していったヒトサンタナ。サンタナとこの北原辰巳も面白いところ、チンチン膝あたりがちょうど溝打ちあたりでしょうか、ちょっと苦しそうなサンタナ。蹴りミドルハイキックでしょうか、バシーという音、うん、まあ、サンタナにしてみれば WWF にいる以上ああいうキック受けることないでしょうからね。そうですよね、はい、ただどうなんでしょうこれ、まあ、先前の取材では北原としてはまあ、ゴングを聞いた後すぐに自分が飛び出していって、はいはい、佐野お前に出てこいと言いましたね、はいはいはい、そういう意味では今日は北原はタッグマッチではあるんだけれども、佐野とやっぱりちょっとやりたいと、はいはい、
キャンバスのほぼ中央、ボストンクラブ、力で返していこうというティトサンタラ、フォローに入った佐野。佐野とティトサンタナ組、北原辰巳ロードブロック組、お互いに特徴のある4選手、その中でも今足をロックしていってタッチワーク、サンタナにタッチしていこうというロードブロックにタッチをつないでいった北原辰巳。北原はこのロードブロックとはよーく俺は練習をしてるんだけど、ラリアット、いや今ラリアット、ロードブロックのラリアットどうですか。タイミング良かったですよ。エルボー落としていった。この辺はやっぱり体重がある割にはなかなか軽々しく自分の膝を、はいはい、肘を落としていきますよね、はい、いくら重くても自分の体重をコントロールできればいいわけですからね、うん。さあ今私どものこの放送席からでは聞けるんですけれども、このロチェスターロードブロックは英語でないとタッチマークというかこの指示を出せないというのが、まあ今のちょっとしたウィークポイントなのかもしれませんけれどもね。まあ北原の絡まり生活長いですから普段は英語で喋りますけどね、とっさの場に出ちゃうのが日本語になるかもしれないということですね、うん。北原とこのロチェスターロードブロック、ややタッチマークに不安があるというね戦前の予想があったんですが、これ十分早いタイミングでタッチワークつなげてますよね。サンタナ佐野組の方が自信持ちすぎてタッチワークがおろそかになってますよね。ベアハック、この破壊力たるや表情を見ていただければかなり締め上がってるという感じで、キトサンタナのこの表情締め上げてるロチェスターロードブロック、これだけ巨体で160キロ、203センチですから、本当に苦しいでしょうね、これは。ですよね。ただ相手が太鼓腹で柔らかければいくらかなくてしまうからね、そのアクションになって。これは、でも203センチ、160、まあ、ちょっと今体重がどうなんでしょうかね。本人に直接取材で体重は聞いてはいないんですが、はい、160はちょっと今切ってるんじゃないですか。切ってるでしょうね、はいはい、いや私はアンプアップ、いわゆるビルトアップされた体とは申しませんが、決してその余分な脂肪がついている体とも思えません。ロチェスターロードブロック、いや果敢にこの今画面の脇にちらっと映った北原が佐野を牽制してますよね。まあ自分のコーナーでやってるから今のところはもう有利ですよね、うん。さあ蹴りからパンチ、パンチを背中に落としていく北原辰巳、ロープに振って今度はローリングソバットをかわしていってエルボーが待っていた、エルボーが待っていた。さあ佐野対北原、蹴り佐野が一発蹴り、 DDT 直感型の DDT カウント、はカウント危ない危ない危ない、まともにストンと乗ってるのが頭にバックに突き刺されましたね。今のは本当垂直ですよね、はいはい。普通は弧を描いて落ちていくんですが、はい、DDT まともに垂直にですね、キャンバスに北原の頭が吸い込んで吸い込まれていきました。いやここでロードブロックがスープラトンで投げを打たれていった。さあもう一回ダブルでロープにロチェスターロードブロックを振って、しかしこれくらいツープラトンで攻撃してもどうなんですかね。私はさほどロチェスターロードブロック効いていないという感じも、まあサンタの方もヘビー級としては軽量の方ですからね。回転していったサノがバックキック、トラスキック気味のソフト、さあフライングエボーか、こっちはカウントがカウント3つ、ティトサンタナがロチェスターロードブロックに肘を見張っていってそのままホール。ロードブロックを待って後頭部打ちましたね。不気味な2人がキャンバスに忍び寄りました。ザ・デモリッションズ、リング上であります。3.30 デスクルフェストイン東京ドームではダンデーサベージと死闘を繰り広げ13分42秋、片指固めに敗れたもののパライストライズムは十分に感じさせてくれました。
4.1 神戸においてはブレッドハートを片指固めに破り、今日のこの上越に乗り込んできています。ジョージ高野が花道背中を、そして頭を叩かれながらゆっくりと自らの花道をこのリングサイドに向かっています。満を持してジョージ高野が今エプロンサイドからリング上に姿を現しました。ジョージ高野、ファンへの謝罪はリング上でやると語ってくれた天竜源一郎。 4.1 神戸における北尾次元発生以来悩みに悩み、一時はプロレスをやめることまで考えたという天竜、逃げることはファンに、そしてまた自分自身にも許されないこと、リング上で禊を果たす天竜源一郎、熱く心は再び燃え上がります。今カメラが天竜を捉えた。逆光の中で天竜がゆっくりと花道をエプロンサイド階段を登ってセカンドロープから今リング上です。天竜源一郎 SWS 最強コンビ見参。本日のメインイベント、たくましい60分放送、赤城がダブルタイトル本番より590カウント、スマッシュ&スザ・デモリッション、スマッシュデモリッション、クラッシュデモリッション、両者がコールされました。ジョージ高野、天竜源一郎です。海のレフリーから天竜か、そして先陣を切ったのは天竜と、これは菊池さん、はい、スマッシュ、スマッシュです。そうですね、はい、今モニターではちょっと確認がしづらかったんですが、こちらの選手がスマッシュ、スマッシュデモリッション。さあ牧さんの方からこれ、はい、最終ファイナルマッチ、タッグマッチ60分一本勝負だったんですが、まあ、今日はね、天竜気合い入ってましてですね、はい、いろいろと北尾解雇の問題とかいろいろあったんですが、はい、今日はガンガンいい試合やっていくしかないと、まあ、1回1回が大きな試合のつもりで臨んでいくというふうに決意を述べてましてですね、まあ、非常にやる気満々で、試合に臨んでますね。まあ、今日こちらの会場に来ましたらプレス関係、報道関係に、まあ、対しての記者会見ではないんですが、自分の控室の前あたりで記者に囲まれましたよね、天竜が、はいはいはい、どうですかという話があったんですが、まあ、それは先ほども私ちょっと入場の際にコメントをつけさせていただいたんですが、リング上でやるしかないでしょうと、見ててくださいというそういったようなコメントしか今日は聞けなかったんですが、菊池さんはそういった諸々を含めてですね、このタッグマッチの一戦どうご覧になりますか。今ロープをくぐって天竜がリングに入ってきた時の目がなんかギラギラ光ってたんですよね、はい、今日はいい試合やってくれると思います。天竜源一郎、そして先陣を切っているのはスマッシュデモリッション。スマッシュの方がやや天竜を攻めている序盤戦、いや逆水平1発2発、逆水平3発4発乱打ちか。さあ来い天竜、今度はお前かクラッシュという感じ、いやクラッシュがその挑発に乗った、いや飛んだ、一瞬の間隙を縫ってジョージ高野がスマッシュに向けて、いや今一瞬の隙、私モニターというか実際に見ていたんですけれども、ドロップキックミサイルキックのジョージ高野、いや菊池さん、これリング上だけではなくてですね、はいはい、コーナーポスト本当エプロンサイド広い、私ども視界で見ていかないと何がどう起こるか分かりませんよね。今日は特に4人の動きから目離せないですよね、はい、特に天竜と高野、いつも両方見てないとダメですね今日は、はい、いやまさに私今日は天竜、そしてジョージ高野は SWS 最強コンビというふうに形容させていただきました。しかしその最強コンビが普段にも増して今日は力が入っている、スパークしているこのリング上、
ジョージ高野と、そして現在はクラッシュデモリッション、非常にいいチームワークですね。天竜はやっぱりこれ今日はものすごい気合入ってますよね。で、あの高野も同じ道場長としてのコンビということで天竜に負けられないという意地もあると思うんですよね。それがかえってコンビネーションよくしてると思うんです。お互いに張り合うのもいいことですからね、うん、パライストラの道場主ジョージ高野、そしてレボリューションの道場主天竜源一郎。あ、この辺がうまいですね。デモリッションズエルボー落としていった。このダブルの攻撃を食らうと天竜も危ない。エルボーを落としていくスマッシュデモリッションの方、スマッシュが2発3発エルボーを落としていく。バックブリーカーから、いやもうカウント一つも効かないうちに天竜返していきますよね、はいはい、もうこの気合の入れようが今日は普段にも増して違う天竜源一郎。しかしその先天竜を待っていたのはクラッシュの足。やっぱりチームプレーはデモリッションズがさすがに専門家ですね、うん、悪いこともちゃんとやってます。まあ今年の3月ロサンゼルスで行われましたレッスルマニアではですね、天竜は北尾とコンビを組んで、はい、このデモリッションと対決してるわけですよね、はいはい、その時には5分22秒というその時には4分15秒というですね、非常に電光石火の早技でデモリッションは天竜北尾組に負けを喫しているわけでありますけれども、その借りは十分今日は返すというふうに言っていましたデモリッションズ。これはフェースロックですかね。フェースロック膝を使ってキャメルクラッチでもない、キャメルじゃないですね、チンロック、フェースロック、チンロック、はいはい、そうですね。ちょっと今この手があまりにもですね、はい、大きいですからね、このクラッシュの方なんですが、エプロンサイドから上腕に落としていったクラッシュデモリッション。待っていたのはどうやらスマッシュの方。いや天竜がこの鉄柵を越えていった。いや天竜いち早くリングに戻ってもらいたい。天竜立ち上がっていち早くリングに戻ってもらいたいものであります。床にもろに落ちましたね。いやスマッシュは今度はこの放送席本部席の一番向こうのテーブル、ガシッという音、クラッシュする音、大の字になっている天竜。天竜が危ない。さあ天竜が危ない。天竜が起き上がってもう一回、今度はエプロンサイドからリングに投げ込まれた天竜、スマッシュにタッチ、クラッシュが握ってスマッシュが脇腹にパンチ。今度はこめかみあたりでしょうか。スマッシュ&クラッシュ、この白の右膝にサポーターをつけているのがスマッシュ、今攻め込んでいるのがスマッシュデモリッションであります。これさっきも見せましたこの技なんですが、はいはい、チンロックですね、はい、顎を決めてるんですね、ロープに振って反動から肘をかわしてラリアラリアと相打ちからどうでしょうかね、ちょっと泡を吹いているような天竜、いち早く立ったのはスマッシュの方。いやその間にタッチワーク、ジョージ高野、リング上はクラッシュとそしてジョージ高野、反動を利用してもう一回蹴りを掴んでエンズイグリ、エンズイグリ、ジョージ高野ドロップキック、ドロップキック、もう一発ドロップキック、いやジョージこっちに来いという、今日はいつになくタッチワークが速い天竜源一郎、水平チョップ、天竜チョップ2発、そして天下の方向パワーボムに移行できない、円錐蹴り、円錐蹴り、ジョージ高野に一旦下駄を預けてジョージ高野がリング、ロープに振ってドロップキック、顎当たりに炸裂したか、
さあジョージ高野どう畳み込んでいく、自らロープの反動でフライングディールキック。菊さんどうですか今の。ジャンプ力がいいですよね。2メートルのカウント2つ、クラッシュ孫に飛び蹴りもディールキックも入ってますからね。天竜ラリアットで出会い頭のラリアットを食らった天竜。天竜ジョージ高野とタッチを結んだ後、いきなり出会い頭のラリアット。リング上はクラッシュと、そして天竜体を変えて天竜が抑え込むか。体を反転しただけ天竜。トップロープから伺っているジョージ高野が今度は飛んだ。ジョージ高野フライングボディープレス、カウントは2つ。いやジョージ高野がこの放送席の前、放送席の前、放送席の前、危ない、放送席の前が危ない。いやリング上見つめましょう。リング上は天竜が、天竜がカウント3つ。まあ、菊さん今日のですね、はいはい、SWS の宣戦布告、はい、第2弾のカードの中で、はい、新倉文博対船木正勝の一戦でありますけれども、はいはいはい、ちょっとこれを簡単にですね振り返っていただきたいと思いますけれども、まあ、新倉前線むなしく、まあ、船木が圧倒的な勝利ですね。船木本当に強いです今は。戦前の予想でも牧さん、はい、船木の方にやや有利かなという下馬評もありましたけれども、蓋を開けてみて、ね、今試合が終わってみて牧さんどうお感じになってますか。まあ、あのジャーマンから腕ひしぎというですね、まあ、船木の必殺コースがそのままはまったなっていう感じでしたね。これで SWS 対抗戦、まあ、本人船木正勝としてはある種 の、 その部屋別対抗と申しますか、自分の藤原組の看板をかけての3戦目、これも白星で飾ったという部分、はいはい、これ今後船木というのはですね、はい、SWS における業務提携の中で、はいはい、相手と言いますと菊さんはこの選手と戦わせてみたいなという選手は、まあ、北原ではもうちょっと荷が重いかもしれません、うん、佐野が2連敗ですから、本当ならジョージ高野か高野俊二、あるいはもう天竜まで出てもいいと思うんですよ。なるほど、はい、で天竜に船木が負けたらまた船木が出直してくればいいんですから。牧さん、はい、私はもうぜひもう一回見たいのは、当然これから名勝負数え歌になると思うんですが、はい、船木正和対ですね佐野。そうですね、これをもう一回私はね近々実現してもらいたいなという気がありますね。まあ、佐野自身も藤原組のリングに立ってもいいって言ってるほどですからね、この2人の試合はまた見てみたいと思いますね。さて SWS ここリージョンプラザ上越から中継でお送りしました全カードでありますけれども、そろそろお別れの時間がやってまいりました。解説は菊池さん、そして牧さん、実況私伊豆野でお送りしてまいりました。 JSB が送る SWS プロレス中継、次回放映のお知らせです。5月23日後楽園ホールの試合を5月29日午後11時から放送予定です。参加レスラーは SWS 選手、プロフェッショナルレスリング藤原組、WWF よりランデーサベージ、ジムナイドハード、そしてロードブロックなど各選手の出場を予定しています。こうご期待ください。静かな